例えば姫路の発音も違うなと思ったっけこの姫路はいろいあってね、はい。姫路は、地元では、姫路って言います。ね、姫地元の人はね。うん、でもえ、東京の人、なんかね、首都圏にもいろいろあるらしいんですけど、姫路っていう人は結構いるんですよね。 うんでうんまあ、これね、僕、ブログの記事に書いてるんですよね。で、あの、このあ、どこになめくどすこチャンネルの最初の方ってね、あの、このプンプリ君、そこ、あ今日ぬいぐるみあ合わた、あの、奥の、あ今更ですけど、あの、プンプリ君が出てる動画でね、あの、姫路の発、東京人の姫路の発音がおかしいみたいな動画があるんですけどね、その動画のね、コメント欄に、ね、結構ね、いや、うち神奈川ですけど、まあ、東京ってか首都圏の話ですよね、うち神奈川ですけど、あの姫路はひ姫路ですよとかね、うん。 そんな関東でもあの場所によって違うみたいです、うん。うん。で、なんか、どうやら東の方の人の方が、姫路っていうのかな。うん。あとね、あ、これ有名ですけど、あの、あれ、はえっと、あの、あれ、夕張ね。夕張あるでしょ。あの、あれ、北海道の夕張は、地元の人は夕張って言うんですよ。ほ、うん、他の人、夕張って言うんでしょ。 夕張かなであとあれ松阪松阪牛の、ま、松阪ってあるでしょまず松阪松阪じゃなくて松阪なんですよねでねあのー、これ西野香ナが言ってたんですけど、ね、西野香ナが言ってたというか西野香ナも言ってたんですけど松阪はねまあなんか松阪って言いたくなるでしょでもね地元の人はね「松阪」って言うらしいです「ままま,ま松阪」みたいな「ま」まにアクセントがつくらしいです。松坂 みなさま一緒にまっさか、うん、そんなもんかなあとなんかある,あるかなうんうん,うんうんあとなんかそんのあったかなあ,あとなんかあったと思うんだけどうん出てこんないかもうちょっと披露したいこのあの何知識を披露してどうやーみたいな <laughs> うんああったあったチャタン チャタンあるでしょあの沖縄のチャタン北谷って書いてチャタンってところがねあるんですけどねチャタンね僕ねバス乗った時にね「このあのこのこバスチャタン行きますか?じゃあね」って言たらね「えっ?」て言われたんですよ。 チャタンってそれね聞いた場所ねチャタンの隣町の,あの沖縄市コザコザからバスでチャタンに行こうと思ってねで一応まあそのバスはチャタンに行くの僕知ってたんですけど一応聞いたんですよねあのあのバスの運転手の「これチャタン行きますよね」さ「えみたいな。 いや,いやちやち,ち,ちゃちゃちゃたんですその隣の町の「ちゃたんですえっ?」みたいな「ああああ行くよ」ってあああああ何か今うまく通じなかったあれみたいになったんですけど調べてみたら「ちゃたん」はね地元の人はね「ちゃたん」っていうらしいんですよ。「ちゃたん」なこれ,これも合ってるかなでなんか「ちゃたん」じゃなくて「ちゃたん」「ちゃたん」っていうらしいんですよね。へー ね、観光地はみんなチャタンあ観光客はみんなチャタンって言うんですけどだからもうその発音ですぐにねあのー、あれわかるらしいですよそのなんかよそ者かどうか、うん、だから今度ね僕チャタン行った時はねああのな、那覇のバスターメンとかでねあすいませんこれチャタン行きますいいバカみたこれ、チャタンいきますうん、えチャタンですチャタン。 チチャャタタンンじゃなくてチャタンですさえー、そのくらいの発音で不思議な顔されるものかねあ、なんかねあのーうん、あやっぱりこう地元の人は「チャタン」って発音聞いたことがないからもうほぼ昔から「もチャタンチャタン」って言ってるからなんか「チャタン」って言うと「ん?」みたいなだから例えば東京の人にまあ東京まあなまあな新宿を新宿まあ難しいですけどあの あ例えばねあのこの電車この電車銀座行きますかって言ったらなんか「え何でしょ「銀座」あ「銀座のこと?」みたいにな,ならないですかなんかそんな感じだと思うんですけどね。どうかなだから銀座さえ銀山みたいなならないですかなんかそういう感じだと思うんです多分チャッチャタンの人が、ね「えチャッチャタンあチャタンね?」みたいなうんじゃないですか。中国語みたいですね。